あれがめちゃめちゃ気持ちいいですよね。でもし滑った時も早く逃げれるしね。こんだけ整ってるんだったらちょっと面白いことやんなきゃなっていう感じはします。じっと見なくて大丈夫ですよ。市長、はい、あのプライベート写真とかになって。いやもう鳥でできてます。体の半分、はい、福岡県全体、九州全体、どこでも行き放題ですからね。関東にも負けないぐらいっていうか、関東見てませんから。我々アジアの中でのリーダー都市目指してますから。九州で働く魅力についてこちらのお二人に語っていただきたいと思います。まずは九州を引っ張るリーダー都市、福岡の高島市長です。よろしくお願いいたします。はい、高島です。よろしくお願いいたします。まあなんといってもやっぱり今は東京に行くんじゃなくて、むしろみんな福岡に来たいって本当に皆さんおっしゃってて、それは仕事もいろんなチャレンジできるし、自分のプライベートっていうのもすごく満喫できる、食事もできる、もう言いたいことが溢れてくるんで。そうですね、それくらいの魅力のある都市っていうんですよね。はい、そしてですね、東京から移住されて19年、福岡で働く魅力をご存知のゴリケンさんです。よろしくお願いいたします。ゴリ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 ケンです。イエイ。お二人移住組。そうなんですよ、実はで、もうテレビでみんな福岡の人見てるから、しっかりもう福岡の人っていう。そうなんですけど、実は19年前に移住してこっちにやってきて、こうまあゼロからこうやってきたんですよね。今ちょっと福岡ファンクラブっていうあの県の、あのアンバサダーもやらせていただいて、そうですか。結構僕も頑張ってます。ありがとうございます。ちょっと市長と一緒に盛り上げていけたらなと思ってますね。ですよね。よろしくお願いします。赤木さんどこ出身？私は古河市出身です。ああ、じゃあ福岡だ。はい、あの上京しまして大学で、出戻り組ですので、そりゃそうです。フジテレビより絶対TLC がいいです。そうですよね。そそうですよ、はい、私もそう思っております、ね。はい、あのそしてですね、僭越ながら司会は私、テレビ西日本アナウンサー赤木希が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。さてまずですね、ゴリケンさん、はい、現在我が TNC で、毎週火曜夜8時から の、はい、あの地元の人と一緒に作る地元密着バラエティ、地元チャンネルにご出演中ということで、はい、あの共演されている女優の吉瀬美智子さん、そして、はいはい、ハリセンボンのお二人とこう福岡のお話ってされたりしますか？もう吉瀬さんに関してはもうあの福岡出身で、でも朝倉からもう若くして出られたんで、あんまり福岡市内のことをご存じないんですけど、必ず収録前に僕にそのあのお店どこがいいですかって聞いてきて、あるね、そういう時私に聞いてください。なんでですか？いや、それずるいですよ。僕もそれが生きがいでやってるんですよ。吉瀬さんの予約をするのが生きがいで。でもそれどん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 福岡のことハマって、で最近はあのマンションっていくらぐらいですかねって。それぐらいちょっと福岡の魅力再発見されてます。出張ないしは転勤でね、一時福岡来た人が戻りたくない症候群っていうのはね、もう有名ですよ。日本全国蔓延してます。福岡として受け入れ体制は整ってますもんね。もちろんです、ウェルカムですよ。そしてあのハリセンボンのお二人はあのお二人では初レギュラー福岡ということです。そう、地元チャンネルのスケジュールよりも夜のスケジュールをめちゃくちゃ気にしてる感じですよね。もうちょっとね、あの地元チャンネルのことを考えていただきたいっていうのが。だからね、ご飯が美味しいってことはそういう芸人さんがね、はい、福岡でぜひロケやりたいとか、国際会議福岡でやりたいとかっていうのを同じようにね、実は強みなんですよ。一緒、結構な大物の方もそれが目的で来られますもんね。そうそうそう、夜の魅力がまた原動力になって働くこともできると、いうことですもんね。はい、はい、ただ私ちょっと気になってることがありまして、ゴリケンさん、あのそれで言うと今芸人さんとしてだけでなく、俳優さんとしてもご活躍でいらっしゃいますよ ね。そうですよね、舞台にも立たれてね、はい、もしかしたら、はい、東京に行っちゃうんじゃないかと。いや、もうないです、それはもう絶対ないですもん。行けるわけないでしょ。そこはちょっと止めてください。いや、でもやっぱり今はちょっと僕ら来た時とちょっと状況変わってて、福岡にもプロフェッショナルがエンタメも集まってくるようになってきて、東京に行く理由がない
っていうかね。そうね、今って今あのね、小池さんおっしゃったように、うん、福岡からそもそも発信ができる、でそういう実はクリエイティブな人ほど福岡を選んできてるっていう状況があって、うん、だからすごくね、あの福岡にいながらいろんなジャンルのお仕事が自己実現できるようになってるんですよね、うん、どんどん変わってきて選ばれる街になってるっていうわけなんですね、うん、そうなんです、はい、まずそもそも福岡が住みやすいって本当に住んでる人は言ってんのかと。ああそうですね、ね、自分たち言ってるだけじゃねえかと住んでる人のアンケートがあるんです、はい、その数字がこちらです、うん、なんと、うん、市民の 98% 以上がもう住みやすいって、これ住んでる人が言ってますから、うんうん、そう、うん、そしてなんかこう福岡の街の印象として元気だったり、うん、活発、うん、チャレンジングな街っていう印象もあるかと思うんですが、これはねやっぱり街が停滞してない、動き続けているっていうこと、うん、それは来たらすぐに分かる都心部の天神ビッグバンっていうようなプロジェクト、うん、博多コネクティッドっていう博多駅周辺のプロジェクト、うん、それからアイランドシティはこんな緑豊かな街づくりが進んでいてとかね、うん、すごくそのいろんなプロジェクトが街中動いている、そして新しい人はどんどん新しいビジネスを作るっていう開業率も政令市一番とかね、うん、もう本当に言い出したらキリがないぐらいいろんなことがあってね、まあ、そういったのがやっぱりこうダイナミックで魅力的な街につながってるんじゃないですかね、うん、日々こう新たなニュースが溢れていて希望に満ち溢れる街でもありますもんね。ですね、ゴリケンさん19年いらっしゃって、うん、こう加速するような印象もありますか？ありますね、もう今1週間ぐらい出張して帰ってくると結構変わったなっていう時ありますよね。だからちょっと追いついていかないとっていう、この今進めている天神のプロジェクトだけでも、うん、これ完全に完成すると今よりも床面積が 1.7 倍増えるんですよ。 1.7倍増えるってことは、うん、それだけのたくさんの店舗ができたり、うん、オフィスができたり、まあ、新しいお店ができるっていうことだから、うん、可能性がいっぱいで、どんどん新しいものが福岡にチャレンジしきり来てますもんね。まだまだ楽しみなことがたくさんある街ですよね、はいはい、魅力はもう溢れて言い切れないくらいなんですが、ここからは福岡九州で働く魅力について街の声をランキングにしてお届けしたいと思います。まずは第3位から。全然福岡で戦えるなって感じなんで、結構観光地だったりとか、まあ、人の出入りっていうのがあって、まあ、その中でいろいろと活気あふれてるの。天神ビッグバンとか都市開発っていうのも、まあ、今福岡県自体で活発化させようという動きがあると思うので、その上でまあエリアの成長性を感じました。チャンスが結構やっぱ多く広がってるんじゃないかと思います。なんか人口も増えてきてますし、企業自体も多分増えてきてると思うんで、関東に負けないぐらいいいんじゃないかなと思います。新幹線通ったりとか、変えるたんびに何かできてたりとか、毎回毎回行って何か変わってるんで、まあ、すごい成長してるなっていうとか感じます。はい、ということで第3位は成長する街への期待感。高島氏、どうしてこんなに元気でそして成長を続けてるんでしょうか？それやっぱり市長がいいからじゃないですかね。自分で言うんですよ。分かる、僕が言いますから。ありがとうございます。あのね、もちろん街が目に見えて分かるのはハード面がね、はい、やっぱりビルが今一斉に建て替わってたりして動いてるなと思うと思うんですけど、実はあの天神ビッグバンもそうですけど、あれ建て替えは目的じゃなくて手段なんですよ。より大きな夢を叶えられるような企業にどんどん来てほしいっていうことなんですよ。昔はね、例えば物を売るっていうような仕事だったのが、今は一番の商材って実は情報なんですよ。それで国際金融機能って言ってね、今経済界も行政も大学も一緒になってこんな機能を誘致してるんですが、もうねこの3年4年ぐらいで24社アジア中心にそういった金融機能がどんどん集積して、うん、そして新しくできたハード、つまりビルの中にどんどん入居してるんですよね。だからさっきインタビューの中で、関東にも負けないぐらいっていうか、関東見てませんから、うん、うちはアジア見てますから。それはだってあなたベトナム行くにしても台北に行くにしても、ね、韓国行くにしても距離が時間違いますから全然、はい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 、ね、我々アジアの中でのリーダー都市目指してますから。どんどん新しいビルが建ってるなと思うんですが、はい、だいたい2026年までに70棟、はい、そして2030年までで100棟、はい、相当変わりますよ。
そうですよね、はい、ちょっと楽しみですね。でこうやって新しくできたビルのどんな企業が入ってるのかって見ると、うん、本当にグローバルな企業がどんどん福岡に入ってきて、どんどん大きな夢が叶えられる街に福岡になってるわけですよ。これで言うとね、特に本社機能とか、はい、それから例えば IT 関係とか、いわゆる成長産業ですよね、ゲームとかも含めて、こういう企業を中心にやっぱり今誘致してるんです。それでまあ国内外毎年50社以上はこういう特にターゲットとするような成長産業を誘致していますし、まあ外国企業、外資系企業っていうのも非常にね、11年間で累計150社以上っていうことで、もう国内外問わずもうたくさんの企業がどんどん福岡に集まってきて、で企業同士が集まると集積のメリットっていうことで、ここで新しいコラボレーションが生まれたりとか、やっぱいいんですよね。レベル5っていうゲームの会社も福岡ですし、実はゲーム関連産業で働く人も数倍増えてますもんね、ここ10年間でっていうぐらい、そういった人が集まり、はい、で実は福岡の特徴はこういう人たちが会社の枠を超えてお互いに学び合える場所があるんです。エンジニアカフェって言って、こうやって老若男女、そして会社の枠を超えてみんながプログラムとかエンジニアが学び合える場所があるっていうのも福岡の強みなんですよね。本当に期待感が高まる福岡ということなんですが、さらにこんなデータもあるんです。人口増加数が全市区町村の中で1位なんですよね、市長。まあね、まあ当たり前のように、まあ当たり前ですよね。そうですよ。でしかも人口増えてるっていうだけじゃなくて、これ内訳に特徴があってね、はい、実は10代20代の割合っていうのがすごく政令市で一番多いんですよ。やっぱり大学専門学校、こういったものが非常にあるので、若い人がやっぱ集まってくる。そして一回来たが最後、もう出たくない、沼なんですね。沼るんですよ、これが。でかつね、女性が多いんですよ。だからやっぱり女性が働ける環境っていうのはすごくやっぱりいっぱいあるっていうのも一つ魅力ですよね。それでいうと、こう九州全体でもこう仲間意識もありますし、最近でいうと熊本に TSMC の進出であったり、そこが入ってでも熊本市街もものすごい賑わってますよね。そうですね、実は九州全体で部品を作るようなそんな工場がたくさんあって、であとさらに九州大学の方でもそうした半導体の研究も進んでたりして、熊本も含めていろんなところがね、すごくやっぱり今元気なんですよね。九州全体の活性化を感じますよね。さあ続いていきましょう。福岡九州で働く魅力第2位の発表です。天神とかで買い物もできるし、ご飯おいしいところも近くにいっぱいあるし、まあ、ちょっと遠出を車で1時間すればちょっといい田舎とかにも行けるし、でもなんか何でも揃ってるから近いところに。まあ、一応自分も車持ってるんで、まあ、車1台でこういろんな、その何ですかね、その気晴らしに井戸島の方海行ったりとか、まあ、電車で太宰府行ったりとか、まあ、いろいろ気分転換でいろいろ行けるのがいいなと。大きいライブ会場とかもあるんで、まあ、ちょこちょこそういうライブとかあるのがいいのかなと思います。はい、どういったことだっけ。私はキャンプが大好きで、そうです、キャンプにちょっとよく行くんですけど。そうです、福岡、九州のキャンプ場ですか。あ、そうです、そうです、九州、そうですね、まあ、大体福岡だと中川の方にちょっとモンベルのキャンプ場とか、あと油山にスノーピークのキャンプ場とかがあるんで、まあ、そういったところでちょっとキャンプ行ったりはしますね。はい、子供連れて公園行きたいなっていう時は公園はあるし、買い物行きたいなと思ったら買い物行けるし、全部が揃ってるからって感じですかね。子育てするなら福岡っていう印象も、いいと思います、一番いいと思います。ということで第2位はプライベートの充実でした。働くということはやはりその土地に住む、生活するということですから、ゴリケンさん、やっぱりこれは納得感がありますね。そうですね、僕は中2の子供と小児の子供をこう育ててるんですけど、やっぱこうもう近く桃地に行ってももう野球、
もうエンタメ娯楽は見れる、その隣のマークでショッピングできる、でもう自然もでちょっと行けばあるしっていうのがもう本当にこう子供を育てる身としてはありがたい。子育てでいうと例えば2人目以降は保育料無料ですし、高校卒業するまで医療費は1ヶ月500円以内で済みますし、あと子供が生まれたら3歳になるまでは毎月おむつとかそういう子育て用品が毎月家に届くっていうのもすごい喜ばれてますし、福岡の街どんどん企業が来て元気に頑張ってくれて、だから税収が上がるからこういう子育てとか市民のいろんなサービスに税金を還元できるっていう好循環がねできてるんですよね。そう、またよく言われることとして福岡やっぱりご飯が美味しいじゃないですか。美味しいんですよ。一番美味しいものは高いお金出したら東京に行きゃ食べれると、でも普通のお金値段出してどこ入っても絶対外れがなくてうまいのは福岡。ゴリケンさんもあの東京から芸人さんがこういらした際には案内されたり。いや、もちろんどこ連れてくるんですか。いや、もうそれはもういろいろいろ連れて行きます。水炊きももつ鍋も、ラーメンもいろいろ一周して、今ちょっとやっぱ変化球求められてるんで、お豆腐とか紹介してます。あの本当おいしいねってこう案内した方に言われるじゃないですか、僕の手柄みたいになるじゃないですか。あれがめちゃめちゃ気持ちいいですよね。気持ちいい。一回来た人やったらどっか連れて、そのお約束で喜ぶけど、多分みんな一回来た人がリピートするんですよ。東京の芸人さんだったりも評判はいいわけですもんね。高い、もう本当に高いですよ。信じられないって顔されますから。それでもうみんな多分接客こっち住んで案内するだけで株が上がっていくっていう、楽してのし上がるシステムができてます。それはいいですね。先輩に好かれるっていう。もう好かれますから。お出かけスポットもたくさんありますよね。油山ね、あちらに最近新しくなって、非常に遊びやすくなったんでよく連れて行きます。我々は今公園とか、こういう公共の場所に民間のノウハウを入れて、民間にやってもらうってことしてるんですよ。だ公共な部分は公共が整備するっていう部分は残しながらも、民間にそれやってもらうことでより面白い場所になっていく、だから油山っていうね、本当に福岡の中心部から30分ぐらいで行けるような場所なんですが、あのみんな市民がキャンプして本当に眺めがすごい良いね、リフレッシュできる場所もすぐ近くに山があるかと思えば海があるっていう、本当に満喫をねコンパクトな中でできるんですよね。福岡というその環境をさらに生かす街づくりをされてるわけですね。さてお話は盛り上がっておりますが、とうとう第1位の発表のその前に、もしかしたら全国の方に気づかれていないかもしれない九州の人が好きなものをご紹介したいと思います。まずはこちらです。鶏肉への支出金額第1位、もう鶏なしでは生きていけない九州人ということで、好きですよね九州の人鶏。まあ多分鶏がないもう人生はありえないじゃないけど、鳥がない福岡はもう存在しえないぐらい名物にもなってますよね。水炊きもそうですし、焼き鳥もそうですし、あと名物っていうかね、あのガメ煮っていうのがあるんですよ。筑前煮とかいうね言い方もしますけども、これもやっぱ柏ね、鳥入ってますもんね。柏ご飯もそうですしね、郷土の味になってますね。そうそう、欠かせないもの。よく召し上がりますか市長も。いやもう鳥でできてます、体の半分。あらゆるお肉の中でもやっぱ鳥がちょっとリーズナブルなんで、後輩連れていくとか鳥ですよね。ちょっと待って、裏話が。そういう理由、はい、私はそういうところあります。そういう理由でもコストパフォーマンスという意味で美味しいですからね。そうですよ、それが痛かった。それが痛い。そして他にも好きなものがあります。こちら温泉ですね、リフレッシュにはぴったり。なんか当たり前すぎて、そのこの図でも分かる通り、福岡は元より、隣の大分も温泉県って言ってたりとかね、熊本も当然阿蘇もって、やっぱりこう、火山っていうようなね部分がある、その恩恵としてやっぱり温泉はもう本当に恵まれてますよね。地の利がありますよね。週末に行けるスポットとしてもう候補がたくさんありますもんね。そうですね、日帰りで本当に簡単に行けるところから、それから例えば親とかを連れて行きたいようないいお宿まで含めて選択肢がすごく広がってるし、こういう働く場所ちょっと行ったらリフレッシュ、本当に気分転換できる場所があるっていうのはすごい、本当にあの福岡の魅力だなって思いますね。そうですよね。ゴリケンさんも温泉お好きでいらっしゃるんですよね。温泉好きし、僕はあの熊本の八代っていうところの日名具温泉っていうところの出身なんですよ。日名具温泉、はい、
これひなびったものすごくいい温泉街なんですね。そうなんですよ。でそれで僕も観光大使やってて、うん、チクワンというキャラを、これ一応これゆるキャラグランプリ前回昨年8位。おすごい素晴らしい。ぜひあの投票を呼びかけていただいた方がいい。ぜひともゆるキャラグランプリお願いします。すいません、ゆるキャラグランプリ。ひなび温泉もでもすごい、はい、本当にねひなびた、そうですよ、昔ながらっていう感じでね、落ち着いた感じでゆっくりできるので、ね、ぜひ遊びに来ていただきたい感じです。そういった選択肢がたくさんあるというのもやっぱり福岡、はい、九州で働く魅力になりますもんね、うん、では参りましょう。福岡の街で聞いた福岡九州で働く魅力第1位の発表です。交通の便が良かったっていうのと、あんまりあの都会すぎないところというか、あの、まあ、そのじゃあ旅行に行こうとかっていう時もなんかそういう空港も近いですし出かけやすいなっていう。家賃が安く抑えられるっていうところ、はい、がすごくいいところだなっていうふうに。ありがとうございます、はい、あ、コンパクトシティなのでタクシー代とかを含まなかったら年に5000円も交通費とかがかからないので、その地下鉄とかバスとかでも、ね、200円ぐらいで全然移動できるので、はい、そこがいいなって思って。韓国人で、はい、あの福岡に来て、まあ、2ヶ月ぐらい経つんですけど、東京ってか大阪か福岡の中で選んでたんですけど、悩んでたんですけど、福岡の方がなんかいろいろコスパもいいし、なんか田舎すぎず都会すぎずみたいな感じで、なんかいい都市だったなと思って、で実際に来たら本当になんか魅力的な都市であり、あって、でそれでなんか住むようになったって感じです。ありがとうございます、はい。第1位はタイパ、コスパがいいということで、コスパはこれまで聞きましたが、タイパ、ゴリケンさんご存知ですか？タイパでしょ、はい、もちろ ん, もちろんあれですよ、あれあれですよね、はい、あのタイでかけるパーマただタイパ違いですね。どんなパーマがかかるんでしょうね。ありがとうございます。ドキッとしました、はい、すみません、はい、タイパというのはですね、タイムパフォーマンスなんですね。です、実際やっぱりゴリケンさん行き来されることも多いと思うんですが、もう本当にありがたいですよね、うん、いわゆる空港がね近いということがどんだけこういろいろ出張に助かるかっていうか、もうだいたい他の家は遠いから、はい、もう空港降りてから人勝負っていう感じがするけど、ね、着いた瞬間ホッとできるじゃないですか、はい、それがもう本当にありがたいです。空港、駅、港が半径 2.5 キロ圏内に全部あるんですよ。だから福岡空港から博多駅のアクセスなんて地下鉄5分でしょ、うん、全国に行くにしても、それから船に乗ってね、うん、まあ壱岐・対馬もそうだし、うん、それから釜山だってフェリーで行けちゃうしっていう選択肢もあったり、うん、でもちろん車さえあればもうドライブで福岡県全体、ね、九州全体どこでも行き放題ですからね、うん、コンパクトな中にいろんな機能を詰め込もうっていうのは先人が残してくれた、これは計画で、そのおかげで福岡っていうのは今でも狭いエリアの中にいろんな機能が充実をしてるんですよね、はい、みんなもう働くとこ、飲むところ、住むところが近いっていうコンパクトなエリアに人口が集積をしてるんですよね。それは計算された都市設計なんですね。そしてさらに福岡から東京だったり大阪も、そして国外へもアクセスがいいですもんね。そうなんですよね。あの本当に交通の便っていうので行くと、アジアの、 あのものすごくもうほとんどの都市には直行便が飛んでますし、あのなんといってもその空港までもまあアクセスも早いってなると、やっぱり海外に行くまでの時間も早いでしょう。でここに今出てるのが、あのビジネス環境として空港までのアクセスどれぐらいあるのかって、実は世界48の都市と比べても福岡って圧倒的に近いんですよ。知らなかった。やっぱり東京と比較して圧倒的にやっぱり家賃も安くて、簡単に言うと真ん中に住めるっていうね、働く場所の近くにやっぱり安く住めますし、あと食事の値段っていうのも圧倒的に安い。うどんラーメンとかもうやっぱ東京行ったらびっくりしますもんね。しますね。1000円超えとるやんっていうね、はい、そうそう、半額くらいで食べられますよね、っていう感覚ですよね、我々の感覚で言うとね、はい、あれカンペが出てまして、何ですか？空港が便利すぎて赤城アナすぐに丸々に飛んじゃう、なんか写真があると。ほう、うん、すみません、私のプライベート写真でお恥ずかしいんですが満喫してますねこれ、はい、韓国ですね。行ってるんですか？そんなあのじっと見なくて大丈夫ですよ市長、はい、あのプライベート写真どこ行くの？とかになってそうなんです、韓国に
行きやすい。東京に行くよりも飛行機飛んでる時間も短いですし、うん、便も多いですし、あと安いんですよ。安い、ね、赤木調べですとやっぱり全国のどの空港から行くよりも福岡ソウルが一番安いと。安いんだ、まあね、はい、そうなんです、ね、LCC もたくさん飛んでますしね。っていうので2ヶ月に1回くらいはご飯を食べに行っております。何が好き？韓国の食べ物で。何でも美味しいんですけど、うん、焼肉、そしてマッコリ、まあね、マッコリ美味しいんですよ。美味しいね、うん、福岡 の、 その、 あのほら市役所の人たちも、はい、あの忘年会であの夜焼肉食べにプサン行くとかは確かに、はい、忘年会で夜焼肉食べに、はいはいはい、だって別に行っても早いし、ね、泊まっても安いし、はいはいはい、だから上海と東京のど真ん中なんですよ。で東京に行くよりもあのプサンとかソウルに行った方が近いでしょ、はい、という位置関係にあるんで、まあ、正直福岡にいたらほら東京行ってもアジア行っても結構同じぐらいの時間帯で移動できるってことなんですよね。そうなんですよね、うん、まさにタイパですよね、はい、そして飛行機も便利なんですがやっぱり九州新幹線も便利ですよね。森健さん使われますね。熊本もすぐ近くなったし、はい、もう鹿児島だって1時間ちょっとですもん ね、 そうですね、考えられない速さになってもあれでやっぱいろんな観光もしやすくなったし、うんうん、便利になりましたよね。営業とかやっぱり行ったりします？もうサクッとですね、やっぱ行けるようになりましたよね。でもし滑った時も早く逃げれるしね。新幹線乗ってね、はいはい、もうこのまま早く去りたいっていう、はい、もうすぐなかったことにしようっていうね。もう そういうこともできます。なるほど、すぐお家に帰ってリラックスできるし、九州新幹線できて本当に良かったですよね。お店も近いし、ありがとうございます、そうですね、うん、そしてこんなデータもあるんです。通勤通学の時間の短さがアジア13都市で1位、はい、やっぱり毎日のことですから、うん、通勤通学の時間がこう短縮できるとそれだけプライベートの時間も長く取れるってことですよね。そりゃそうよ、だって会社があったって例えば仮に6時に終わりましたっても、うん、通勤で1時間以上かかって、うん、しかも満員電車で疲れ果てるっていうことが、うん、ところが例えば東京と比較してですよ、うん、福岡って丘とか坂がないんですよ。東京と比較すると、うん、東京ってなんとか坂とか、はい、あいっぱいあるじゃないですか。ところが福岡って平坦な場所が多いから自転車めちゃくちゃ乗りやすいんですよ。だから結構通勤に自転車使ってたり、あと福岡ならではのチャリチャリっていうようなね、はい、レンタルの、あの、ああいうものを使ってる人も多いし、だからすごくそういう意味ではね、あの通勤通学がストレスに多分本当にならないっていうのはこのデータアジアの中でも圧倒的っていうのは本当に言えると思います。そこでのストレスが軽減できることでよりプライベートも充実させられますし、それが活力になってまた仕事も頑張れるという好循環がありますよね。そしてやっぱり家賃も安いっていう話、先ほども少しありましたが、市長やっぱり東京と比べるとまだかなり割安感がありますかね。それはもう圧倒的に違うでしょうね。もちろん最近福岡すごく人気で、うん、あの購入するマンションの価格ってやっぱいい場所で結構上がってきてるっていうのがあるのも事実です。で一方でまだその家賃っていうところでいくとそこまで大きくはあの反映されてなくて、まだまだもう東京とかと比べても圧倒的にあの住みやすい家賃、低い家賃っていうことありますよね。そうですよね、住みやすさというところにおいてもやっぱりあの毎月かかるコストですから、そこが抑えられれば、うん、また家族と過ごす時間だったり楽しい時間に使うお金も増やすことが、ね、プラスアルファ自分で使えるお金が増えるっていいことだし、結構東京の人が来てあの広いお部屋見ていくら、もう東京にのバカらしいみたいなこと結構聞きますよね。そうですよね、挑戦できることの規模感とそしてかかるコストの低さを見るとやっぱり福岡がどうでしょう、一番なんじゃないかな。だから、ね、まとめすぎあなた上手に、もう終盤になってきちゃう、ね、こんなにうまくまとめられちゃう、我々が散々ピーチパーチって言ってるの全部あっという間にきれいにまとめて私もかなり汗をかいてきましたやっぱ、ね、はい、ということで、うん、あのここまでたくさんお話伺ってきました、うん、福岡そして九州で働く魅力についてお伝えしてきたんですが、最後にこんなランキングもあるんです。福岡市は住みたい街ランキングで4年連続1位なんですよね。ゴリケンさん、改めて福岡で働いていてよかったなと思うことなどありますか？もう改めてもう今の市長のお話を聞いて知ったこともあったし、はい、もう今まで経験してその全然不満もなかったんですけど、逆に本当にこんなに恵まれていたんだっていうことが再発見できたって感じですかね、うん、まだまだもちろん福岡にいていただけると、そうだから言い訳にできないなと、クリエイティブな面でもそうですよ、こんだけ整ってるんだったらちょっと面白いことやんなきゃなっていう感じはしますここで恵まれてるんだから言い訳しようとしてたんですか
そういう人生です。もうでもね、だから本当にどんどん変わりゆく、これからもまだ変わっていくっていう可能性にかけて言えば、いろんなクリエイティブな人材が集まってきてるんでね、本当に就職する上で福岡っていう選択肢は本当に今一番イケてると思いますよ。イケてる都市福岡として、はい、市長もこれからもまだまだ可能性があると、はい、まあもうチャレンジしたいことがね、もう頭の中渋滞してて、はい、どんどんいろんな街これからも変わっていくんでね、楽しみにしてください、うん、やっぱり優秀な人材の方に福岡九州で働いてほしいですね。本当にね、そういう優秀な皆さんとか自己実現したいなっていう皆さんを受け止める、やっぱり企業も集まってるし、街の魅力あると思います。働く住むってことは実はその会社だけではなくって、住環境、そして文化度、それから医療の充実、こういったいろいろあると思うんですが、さっきインタビューの中にコンサートも多いってありましたよね。こういうやっぱりその仕事だけではない面も含めて充実をしているし、今企業も本当にグローバルにいろんな企業が集積してるんでね、ぜひそういうチャレンジングな人材には福岡に来てほしいなって思います。はい、福岡九州の魅力についてお二人にお話を伺ってまいりました。市長ゴリケンさん、本日は本当にありがとうございました。以上、しごキャンとテレビ西日本の特別企画でした。皆様ご視聴いただきありがとうございました。